ここ VR チャットっぽくて好き。ここで友達できたことありますか？できたことはないんですね、まだ。ポピオコってとこもおすすめだよ。クズハのどういうとこが好き？やってきまーす。意外とうまそうでしょ。やりますか、VR チャット。今日は俺がちょっとどういうルートで VR チャットにハマっていったかっていうのをやっていこうと思っています。はい、まず VR チャット無料でできるんで、僕の配信とか切り抜きとか見たい、気になったっていう人はスチームで VR チャット調べて VR チャットまず入れてみてください。これなくてもできます、 VR チャットは。はい、これが無料のデスクトップのあれですね。で、いろんなワールドがあるんだけど、 USC キーを押してワールドからワールドがビャーって出てくるんだけど、どこに行くか分かんないじゃん。まずはチュートリアルワールドに飛びます。なんて出てくるんだろう、これです。カッコ JP チュートリアルワールド。実際俺、配信をする前にテストで VR チャットやろうと思って、まずここに入って人に聞きました、いろんなことを。初心者はここ一択ぐらいかも。これ何がいいって、まず初心者のために説明がブワーって書いてあるワールドなのね。全部バーっと書いてあるワールドだからこそ、VR チャットは何たるかっていうのを教えてくれる人が常駐してるワールドもあるんだよね。始める時なんて知名度がなかったじゃん。別にスタンミが来たっていう、まあ今みたいになんないわけ。でも、突っ立ってたら、大丈夫ですかって声かけてもらって。で、俺声が出なくて、右往左往してたのよ。チャットで声が出ないんですって言ったら、あ、こっちの掲示板見てください。この設定はどうですかって言って、声出るようになってみたいな。でこういうワールドがあるんですよ。はい、マイクの切り替えとかから、設定が端から端まで載ってます。でここに来たら、まあ大体教えてもらいたい、教えてもらわなくてもこういうなんか掲示板っていうか見たら設定方法とか全部わかるんで、一旦この順路に沿って設定をしてみてください。とかこうやって自己防衛自己防衛これ嵐対策から、多分嵐が湧いた時にどうするかとか。ここに来たらね、結構 VR を感じれるんだよね。このワールドでも雑談してる人が結構いて、わこんな感じで雑談するんだってのが分かるから、これは一発目このワールドに入ってよかったなと思った。コミュニケーション問題ないよっていう人は、そこら辺に立ってる人に、すいません、何々どうしたらいいですかとか聞くと、聞かれた人も喜ぶようなワールドで、次ですね。まあ、俺が最初の方に行ったのは、日本人がたくさん集まってるワールドみたいなのがあって、でまずこのワールド、初心者おすすめワールドの1個、宇治山を紹介します。これ1回パブリック入ってみようかな、試しに。ここも初心者の方々とか普段から雑談してる人とかがたくさんいるとか、常に賑わってるワールドだね。はい、こんな感じですね。人がたくさんいるでしょ。俺は今でも配信外よくここに来たりします。すげえ。で俺はここで場面策を見つけたんだよね。そのアバターもここで変えられるから、でこれ場面策を押して、ほら、あ、こんな感じのアバターなんだになって、アバタークローンすると、そっからもう自分でスキン選べて、そのスキンのまんまゲームできるんで、まずスキン興味ある人はこの掲示板から自分の好きなスキンを選んで VR チャットを始めるのをおすすめする。俺はここから始めました。あべ、マイクマイクを押さえて。スキンはどこまでが無料？ここにあるやつは全部一応無料で着れる。でもなんか目元にサンプルって入ったり、そういうのを消したかったり、自分で改造したいんだったら買った方がいい。いや、いかんこういうのとか。逆にみんなピンクにするぞ。ほら、これなんだ。わ、写真撮っとこう。お久しぶりです。どうもどうも、みたいな感じでみんなコミュニティができてるんで、ここはめっちゃおすすめ。で VR チャットの仕様なんだけど、部屋が何個もあるんだよ。一つの部屋っていうわけじゃなくて、こうやってなんか20人の部屋があったり19人の部屋があったりバーってあるから、初心者の人は一番上の人数がいる部屋に入るがいいと思う。でもう俺はこういうルートに行ったんだけど、あと他にもポピー横丁ってのがあるんだけど、
ここもカオスワールドの1個だね。俺いつも言ってる話なんだけど、もう記憶から抜け落ちなくて、金髪の〇が股を開いて黄色い液体出して、どうもおごりますよ、ビジターさん沼にはまってくださいねって言いながらビール配ったの。I have mastered kung fu at a young age. I am actually a master Shaolin martial artist. そう、ここはポピー横丁って言って、俺は深夜の2時とか3時によく来る。ここは大丈夫？上かこれ。どこで歌ってんだこれ。こっちか、ここだ。ミセスクニアップさん、天秤の歌でした。あー、こんな感じ。もうここがめっちゃ、ここ VR チャットっぽくて好き。こうやってね、路上ライブをよくするんですよ。さあ、怖くはない、不安はない、私の夢はみんな。うますぎる。大丈夫よ、私は最強。うますぎる。忘れぬ誓い、いつかの夢が私の信じ、何度でも何度でも言おう、私は最強。みんなも一緒に、私は最強。最強。イエーイ。あなたと最強。うまい。最強。うまい。結婚して。素晴らしい。っていう感じのワールドでございます。路上で歌ってる方がいたり、みんなここに10人ぐらい集まってだべってたり、なんか変な人が比較的多いんで。かわいい子どこ、かわいい子。はい、 VR チャットを見たいっていう時はここに来ると結構なんか君の求めてる VR チャットがあるかもしれない。俺はなんかここのカオスさが好きになって今でもたまに通ってます。なんか変な人がいてもやめてくださいとか言わない方が絶対いい。あのワールドは変な人がいるのがおもろいから、あそこは。でも今俺が行った2つのワールドって既存のコミュニティがもともとあったりするから、もともとね、その俺が所場と会ったようなワールドがあるんだけど、これ日本人向け1対1お話しワールドを投げたね。俺が VR チャットを始めるちょっと前ぐらいにできた新しいワールドで、この28人の中で、1対1に ランダムにシャッフルされるみたいな。エンジンかずみさん、僕もたまに配信見に行ってます。その人が作ってくれたワールド。かわいい触覚ですね。 ありがとうございます。今配信で渚とはどういうワールドかっていうのを皆さんに紹介してるんですよ。渚はまあ5分でいっぱいいろんな人と1対1で会話できて、5分間って結構長く感じると思うんですけど、やってると本当に一瞬で過ぎて、一瞬だよね。ここで会った人たちとなんか友達になって別ワールド行ったりみたいなあるよね。結構ね。あ、まあある人はあるっすね。ここはある程度のコミュ力が必要になるんで。そうっすね。でここで友達できたことありますか？友達はできたことはないんですね、まだ。あ、入り浸ってるんですよね、一応。入り浸ってますよ、一応。昨日も一昨日もくらいも。おかしいっすね。おかしいっすね。変な人とか結構いるもんね、 VR チャット。そもそもね、たまに本当に。でもこのワールドは本当に全然変な人は。ああ、渚は来ないんだ。渚は全然平和っす。最近結構あのチュートリアルワールドは嵐みたいな。あ、そうだ、俺チュートリアルワールド今おすすめしてきたばっかだわ。
まあ結構こっちは悪めっすね最近。結構ナンパいるって聞いたけどな、なぎさ。なぎさナンパ、あ、自分が男だからってないだけか。いや俺男に聞いたんだよねその情報。いやちょっとそこ関係ないじゃん別に。そっか、うん、みたいな感じで次の人に回るみたいな。でここはちょっとあれだね、慣れてないと話とかが盛り上がりに欠けちゃうかもしんない。さっきのポピオコの後にここ来たのが悪かったな。俺超お気に入りワールドなんだけどな。あ、新人だから俺がセーフティーにしてんのかこれ、シールドレベルを。あ、はいはいはい、聞こえた。わあ、ごめんごめん、俺側で切っちゃってたわ。いつ始めたんすか。はい、昨日始めて、うん、このワールドでなんかいろいろ教えてもらって、スキンとかなんか見に行ける場所があるって教えてもらって、うん、ああじゃあそこでセットしてきたんだ。そうです、これめっちゃ可愛いんでこれ持ってきました。今初心者にどうやって VR チャットをやったら分かりやすいよみたいなのを教えてるんだけど、あ、確かにスキンセッティングするのアバターミュージアムもありだよな。なんでやか配信してるんですか。今配信してます。何で始めたんですか。友達にやろうって言われて始めたんですけど、この友達がすぐ辞めちゃって昨日。もう昨日やったばっかで辞めちゃったんだ。取り残されたんだ。はい、取り残されて何やろうかなと思ったら、なんかおすすめのワールドで出てきて、これが、うん、人と話せるのはここ入るしかないなと思って入って。えらいね、それで友達と辞めないでもうちょっと自分の可能性模索したの偉すぎるな。いやもうでもめっちゃ面白いんですよ。あ、じゃあでも一人でハマってんだ。はい、あ、素晴らしいね。ポピーヨコってとこもおすすめだよ。ポピーヨコ町ってとこ。あ、ポピーヨコです。俺はもうめっちゃおすすめ。そうなんですか。変わってる人なのね。ゴールデンタイムが深夜の1時から3時で、はい、金曜日がマジでやばいから、はい、金曜日が、うん、今メモしときます。金曜日ポピーヨコって書いておきました。はい、行ってみてくださいみたいな感じで。こういうワールドもあるけど、まあ本当にさっきみたいな人みたいに話すのが好きじゃないと厳しいかもな。でこうやってゲーム内でワールドがたくさんあるじゃん、それを検索していくのもいいんだけど、 VR チャットってね毎日絶対にイベントあんの。ちょっと待ってね、 VR チャットイベントカレンダー、これねブックマーク初めてやる人はね絶対しといてください。こんな感じで、日付が変わった時からこれだけのイベントやってるんですね。例えば俺の動画見てる人たちだったら、ロリッコ喫茶とかは、まあ、なんかツイッターに流れてきたとかじゃなくて、俺こっから見つけました。俺こっから VR チャット始めるのめっちゃおすすめで、なんでかっていうと絶対にそのグループの中というかその体験に巻き込めるんだよね自分のことを。さっきの藤山とかってちょっと勇気を持ってコミュニティの中に自分から入っていかないといけないんだけど、これ参加したらもうその世界に入って RP だったり雑談だったりが必ず勝手に起こるんで、これ超おすすめです。 VR チャットイベントカレンダーに来るとこういうのが確認できるんで、毎日毎日チェックしてみて、イベントに飛び入り参加してみると VR チャットめっちゃ慣れんのが早いと思う。あ、これが面白さなんだって思うと思う。とりあえず無料だからやってみてください。無料ってのがでかくない？ワントライしてみる価値あるよ。これさ、海外の人のワールドって何あんだろうね。こういう、さっき思ったけど、怪しいな。例えばこことか入ってみるか。なんだここ。あー、みんなで食べる場所か。みんなでこういうとこ座りながらなんかコンテンツ見るんですね、こうやって。俺が配信とかするときってみんな VR チャットの中でこうやってこういうワールドでね俺の配信を見てるらしいです。ザ・ミッドナイトバー、海外のところちょっと撮ってみるか。Are you kidding? Age and neighborちょっと若干重いな。Why can't you be 30? これ、何これ ?Why can't you be nearly 40? これ入っていいのかな。この人店員さんじゃねえのかな。あ、やばい、入れない。あ、入れない、やばい、入れない。
So he's now streaming on Twitch. So what do we have entered to this instance? Hi. Make sure you just accept the banner. Then yeah, I'll be walking with ease. Understand. I'm not so this. Hi, then. No. はい、俺は通されてランさんの今受け付けるの通れました通れました通れました。通れた。すげえ。なんか日本の VR チャットでちょっと違う雰囲気漂ってるな。よくないアバターばっかだな。It took a lot for me to actually start to get it. No, it was just for a moment and faded away. Don't let him in. これジャパンワールド。雰囲気はめちゃめちゃいいけどな。JP のタグじゃないと本当海外の人たくさんいんだね。でも雰囲気バカいいけどなこのワールド。まあなんか話したいけど何の話しかいいかわかんないみたいで。はじめまして。Hello。はじめまして。Hello。どこの国の方ですか？中国人。あ、二人も中国人。あ、二人とも中国人。こっちは日本人。あ、ミトさんは日本人なんだ。二次三次好きなんですか？うんうん、二次三次好き。豚さんも二次三次が好き？そうそう。うん、そう。クズハ好きだから。あ、クズハが好きなんだ。ああ、そうそう。クズハのどういうとこが好き？クソガキ。めちゃくちゃだが好き。そうだよな、クソガキだよな。めちゃくそ、まあ、かわいい。だからクソガキだけどそこはかわいいんだよな。うん、うん、なんかちょっとわかる気はするわ。クソガキのところが好き。他にはなんかクズハの好きなところ教えてほしい。你就跟他说很可爱、很善良、很温柔。かわいい、優しい、かっこいい。然后你再说。歌声もいいって。歌声もいいんだ。うんうん。またね、じゃあね、バイバイ。バイ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 。さよならって中国語でなんて言うの？あ、再见。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 国際交流だから英語勉強してる人とかめっちゃいいかもね。